相手は小娘、やるのは簡単だ。いいか、誰がやっても賞金は山分けだぞ。ただ噂では魔人の手下がいて、恐ろしい方法で殺されるとか。怖いならとっとと帰るんだな。やるよ、俺もやる。いくら魔人の手下とはいえ、お前の力にはかなうまい。アリシア様には指一本触れさせませんよ。はあ、襲うつもりなんてないよ。そんなことより酷な術だね。初めて見せてもらったよ。簡単に人を殺しちまうんだな。ねえお姫様、私は何を企んでるのか知りませんが、勝手な真似はしないでください。私はどうすれば。あいつが魔人の手下？長引かせたくないものだな。俺の筋肉美を堪能しな。
さと。あんたが殺したのかい？この館は神聖な場所。薄汚いコソ泥が魔人の宝でも漁りに来たのかしら。そのコソ泥をお姫様の世話係が知ってるとはね。あんた何者だい？今の悲鳴は？報奨金目当ての人たちが結構いるみたいね。おい、早くしねえと横取りされちまうぜ。王女抹殺か。命令とはいえ気が進まんな。だけどそんなことも言ってられないわ。先行してる兵たちからの連絡もないし。お前たちグダグダ言ってんじゃねえよ。要は王女を殺せばいいだけのこと。行くぞ。仕方ない。カタリーナはいけすかないが食っていくためなんだね。
許せ。やめんじゃねえ。倒してし
速攻で型をつけさせてもらうわ。僕はこの館に潜んでいるようだな。速やかに発見し殺せ。フィネガン、行け。